強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。という名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまりヤスは元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。一体どう、ナルト！ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの、俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。先生、どうなったんですか？すまない、奴にキュービを奪われてしまった。Thank you.
前でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもない、マダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎ、チャクラの争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だから俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして、最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。お人ではない。こっちへ来い。まだだよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はほかげを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。実感界へ運べ。そういうことか。俺をだ。うかつに飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとは。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはでき、このお願いを。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な死にも過ぎない。俺一人だったらかつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。
行くぞ。お前に預けた全て返してもらうぞ。見て、この目をただであんたに返すと思うか。少々手荒になってしまう。まあ仕方ないだろう。オビタ、お前も陸道の世界が失敗していると分かっているはずだ。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。その力を民衆として解く、人々に伝え導こうとしたのが陸道の信念だ。人々はいつしかつなげるためでなく、戦うためにチャクラを利用し始めた。皮肉にも陸道の母カグヤが武力としてチャクラを使用した道に戻ったわ。そんな世界に未来があると思うか。イントンライハ、ヤフカモン、セよし、なよし、セさて、どうする。本来の力か。あながちお前の自信も偽りではなかったよ。2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。